毎度大二郎です。今日はクラシック中のクラシック、スミス&ウェッソンのモデル36、まあ、モデル36と呼んでもいいんですけど、こちらを紹介したいと思います。この箱ね、ちょっと近づくと昭和の匂いがします。まあ、昭和の匂いって言いますか、古い紙の匂い、こちらがプンプンします。うちのこの銃、1975年の製造でして、すでに40年以上経過している銃です。で、これね、うちのこいつは本当にクラシックすぎて9世紀の遺物になっちゃってる銃ですね。で、現行モデル復刻版がね、スミス&ウェッソンから販売されてるんですが、こちらは38スペシャルのプラス P 強化弾が発砲できる強化弾に対応してるんで、全然現役でコンシールドキャリーで使おうと思えば使える銃なんですが、うちのこいつはね、もう38スペシャル限定なんでね。カートリッジのエネルギー的にちょっともうご信用では使えないかなっていう、非力な銃です。とりあえずね、この箱を開けてみますけど、結構コンパクトな箱なんですけどね、コンパクトな箱の中に所狭しと入ってます。で、まあ、当然銃の方が後で触れるんでちょっと置いておきますけど、この箱ね、箱の中に何が入ってるのかって言いますと、こんな感じ、今のスミス&ウェッソン、こういうクリーニングロッドとかブラシ全然入れてくれないんですけど、ちゃんと親切にこういうものを入れてた時期があったということで、あとはね、ビラですね、これね、まあ、いわゆるこんなホルスターありますというのと、これ、ね、これカートリッジですね、カートリッジのビラですね、こんなん売ってますねっていうのを、知らせるビラ、あとはメーカーに銃保証の登録ですね、これをするハガキが入ってるんですが、送られないまま箱の中に残ってます。で、最後に取説、あとこれ箱ね、箱の底にこんな感じで保証に関する文言がね書かれてます。面白いのが日付がね、1955年の4月15日っていうことで、この内容、この銃が販売されてた時点でも書かれてるってことで、20年以上使われてた、文言だってことですね。あとは取説ですね、これはね、昭和の匂いがします。古い紙の匂いがねします。で、この銃ニックネームはね、チーフスペシャルなんですけど、もともとこのモデル36が登場する前にチーフスペシャルっていう銃がありまして、そちらの銃が元になっているのがモデル36です。まあ、こんな感じで取説もね、最近ね、スミス&ウェッソン、こんなレトロな感じのものはついてこないんですが、この当時のものはこんな感じで細かいパーツの図面が書かれてまして、うちのこいつは書かれてないんですけど、一つ一つのパーツの値段、これが書かれている取説もあります。まあ、こんな感じでいろいろ当時のオリジナルの取説だとか登録のハガキだとかビラ、クリーニングロッド、これ全部揃ってるんで、うちのこいつは銃そのものの価値は多分400ドルするかしないか、箱やら何やらついてるんで、まあ、500ドル前後で流通してるんじゃないかなっていう、まあ、パッケージングって言いますか、箱付きのモデル36です。ちょっとね、邪魔なんで箱はどけときますけど、復刻版がね、おそらく流通価格600
ドルぐらいすると思うんで、数が出てるってこともありますけどね、この J フレームモデル36系はスミス&エッソンの銃の中で価値が上がっていない銃、まあ、数が出てるっていうのも価値がね上がらない理由の一つなんですけど、その他にもう J フレームのメカですね、ここの内部のメカ小型化されてるんで、プロファイリングができる板バネではなくてコイルスプリングとロッドが採用されてるんで、 K フレーム以上のリボルバーと違って昔のものを買うメリットがない。K フレーム以上のリボルバーは今のメカと全然違うメカが採用されてますんで、ダブルアクションが非常に使いやすいって言いますか、スムーズで軽い、トリガーのプル自体は軽いんですけどハンマーはしっかり叩いてくれるメカがね採用されてたんですけど、 J フレームに関しては、まあ、今のものと何ら差がないので、単に古いっていう以外希少価値がね生じないモデルになってます。それではクローズアップいってみましょうかね。うちのはねこれね1975年の銃なんですが、まあ、いわゆるノーダッシュって言われるバージョンでして、マイナーチェンジを受ける前、モデル36が発売された時のスペックそのままで作られてる銃です。でまあね見てわかると思いますけど、サイトはフレーム一体式、まあ、至近距離でしかほぼね使えない銃なんで、わざわざここにアジャスタブルをつける必要はないっていうことでね、フレーム一体式のサイトが採用されてます。でグリップもオリジナルですね、多少なんか、サンドをかけたような跡がねなくもないんですけど、オリジナルです。で銃のこちら側はこんな感じですね。でシリンダーを開けるとこんな感じで、装弾数は5発で、スミス&ウェッソンのモデルの特徴なんですけど、ここにモデルのねリビジョンなんかが刻印されてます。これはモデル36っていうふうにしか書かれてないですけどね、マイナーチェンジを受けたバージョンはモデル36の後ろにダッシュ1,2,3,4,5とリビジョンが上がっていくたびに違うナンバーがね刻印されてます。でこの J フレームのリボルバー、こいつはねハンマー外出てるんで当然ダブルシングルどっちでも打てるんですけど、ダブルアクションのトリガーに関しては非常に重く設定されています。基本的に名前が示す通り、これチーフスペシャルっていうニックネームなんですが、警察の上層部、まあ、いわゆる現場にはもう出ない方々ですね、その方々が携帯していて負担にならないようにということで小型軽量ということ、こちらを追い求めた銃です。でもっと言ってしまいますと、もう本当にコンシールドキャリーに特化したフレームですんで、暴発しないように、まあ、護身用に使う時に暴発しないように本当にねトリガーが重く設定されてるんで、初心者には非常に扱いづらい銃でね、あの社外のスプリングメーカーがパワーを落としたスプリングを当然販売してるんですけど、まあ、こいつのこのメーカーの場合はスプリング軽くしすぎちゃうとミスファイア、ハマーが軽くなってライトストライクが出ちゃうっていう危険性があるんで、もうこのまんま使うのが一番いいのかなっていうトリガーのねシステムになってます。でこいつ重量なんですけど、ちょっと重さを見てみますと、これね未装填の状態で 562g で、一応実弾ね5発装填してみますと、ね、
638ということで、当然弾を装填すると重くなりますけど、640g、まあ、一発撃っていくごとに軽く、どんどんね軽くなっていくんですが、3発スペシャルを撃ってる分には、まあ、そこそこキックはきますけど、手が痛くなるなんていうことにはならない重さですね。で、うちのねこいつは本当に3発スペシャルしか撃てないんで、プラス P が撃てない9世紀の異物なんですけど、スミス&エッソンが現在ね販売している復刻版はプラス P までカバーされてますんでね、コンシールドキャリーを考えてる場合、まあ、これねハンマーついてる時点で本当はねコンシールドキャリーしない方がいいんですけど、復刻版はまあギリギリありかなと。でこの J フレームのラインナップに関してはね、かなり多彩なラインナップが展開されてまして、ハンマーレス、ダブルアクションでしか打たないコンシールドキャリー用の、J フレームは、まあ、モデル的にはねアルミ合金のものが642、638あたり、こちらが重量がね 450g 弱ですんで、コンシールドキャリーをするには携帯っていうことを考えると、642、638あたり、3発スペシャルのプラス P っていうのは全然ありかなと、一番ポピュラーな選択肢かもしれません。 J フレームでも357マグナムが発砲できる J フレームはねあるんですが、ハンマーレスであれば640とか649、ただねこちらね重量が装填してない状態で650、装填すると、まあ、700g を超えるっていうことで、携帯ということを考えるとかなり体に負担になる。でコンシールドキャリーではなくて、コンシールドキャリーではなくてって言いますかね、このシングルアクションで撃てるタイプ、ハンマーがむき出しになってるタイプですと637、357マグナムであればモデル60ですね、このあたりも入ってくるんですけど、残念ながらねこれ装填した時点の重量が 700g ちょいの銃で357マグナム撃つとかなり手が痛いんで、J フレームの銃で本当にねパウダーがしっかり入った市販の357マグナムを使うっていうのはちょっとね諦めた方がいいと思います。非実用的、手が痛いん でそれで撃てたって自慢にならないんでね、シリンダー二回りはもうサクサクストレスなく撃てるっていうレベルでなければ意味がないんで、強度がね上がってるっていうことでステンレスの357マグナムが撃てる J フレーム、本ちゃんの357マグナムを撃つんではなくて、一部のメーカーから販売されている、スナブノーズ用の357マグナムですね、ちょっと威力を落としたマグナムあたりを使うのが一番都合がいいんじゃないかなと思います。でこの J フレームをねコンシールドキャリーに使う時っていうのは本当に選択肢が広くて、何に重点を持ってくるかによって選択が変わってくるんですけど、軽さだけを求めるっていうんであれば 340PT とかね全然あれですけど、まあ折衷案って言いますか、一番ポピュラーな選択肢はアルミ合金のフレームで642、638あたりを買って38スペシャルプラス P を装填するっていうのが一番実用的なね選択肢なんじゃないかなと思います。で私の場合はもう 340PD は軽すぎるっていうことで、諦めてしまったんですが、私の選択肢は J フレームではなくてもう K フレーム、 940g するんですけど、相談数が一発増える。で、300g ほど J フレームの357マグナムリボルバーよりは、重いんですが、こいつだったら、結構ね、K フレームじゃじゃ馬ですけど、こいつだったら慣れれば、357マグナム、ストレスなく撃てます。それと、やっぱりこのダブルアクションの違いですね、もうこれもう昔の
スミス&ウェッソンのダブルアクションリボルバー、このダブルアクションをもうちょっと、経験してしまうと J のメカはもう使えないっていうかね、絶対こっちの方がはるかに使いやすいので、私がリボルバーを携帯する場合はもうこいつしか考えられないっていう、最近ね状態になってます。ちょっとね長くなっちゃったんで締めにかかりますけど、最後1点ね、38スペシャルと357マグナムカートリッジの長さ的にはほとんど同じです。でケースの長さが違うんですが、当然こいつに357マグナムは装填できません。長くて先っちょが突き出すんではなくて、ケースが長いんで絶対に入らないように、閉まらないように設計されてます。でパウダーはこれ357マグナムの解説でも言いましたけど、ほとんどもマグナムのねこの辺ぐらいしか入ってないんで、パウダーの容量を増やすためにケースが延長されてるわけではなくて、誤って38スペシャルしか打てない強度の低い銃にマグナムをね装填できないようにするためにケースが延長されてます。まあ、当然といえば当然なんですけどね。もう一回デモンストレーションしますと、38スペシャルはちゃんと刺さりますけど奥までね、ケースが長い分357マグナムは38スペシャルしか打てない銃には装填できないようになってると。まあ昔説明した話ですけど、実際にこれ、ね、モデル36に357マグナムを装填することはできません。うちの銃ね、この銃自体の価値っていうのはもう大したことないんですけど、この箱のアクセサリーですね、まあ、たかだかこれでも、売るとき50ドルアップするかしないかな程度ですけど、当時のものが全部含まれてるバージョン、こんな感じで、まあ、コレクターズアイテム的な考え方でうちにある銃です。ということで今日はもう片付けに入ってますけどね、クラシック中のクラシック、スミス&ウェッソンのモデル36を紹介してみました。それでは皆さん今日はこの辺りで、さよなら。